メリッサ・アイビー・ローチはアメリカ合衆国出身の女優である。名字は日本ではラウシュと読まれることが多いが、実際の発音はローチに近い。スーパー。ドラマ TV の HP でビッグバン、セオリー・ギークな僕らの恋愛法則のキャスト欄にはメリッサ・ローチと書かれている。ニュージャージー州マルボロタウンシップでユダヤ人家庭に生まれる。 高校時代に演劇に興味を持ち、大学時代にマンハッタンでスタンドアップコメディを始める。ニューヨーク市のメリーマウント、マンハッタン大学で美術学志望を取得。ビッグワン、セオリーギークな僕らの恋愛法則のオーディションの話をもらった当時は、無職でオーディションの数日前には、 職業安定所に通っていた。オーディションに受かる直前まで、私にとっては暗くて辛い時期だったわと語っている。夫は、彼女が主演した一人前代、ザミス・エジェクションズ・オン、ジェンナ・ブッシュに携わった、脚本家のウィンストン・ローチ。2017年12月4日、第一子である女ジ児ジが生まれたことを、自身のインスタグラムで発表した。ありがとうございます。